こんにちは、いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。この波動チャンネルでは、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるの中の解説が必要な部分の解説をお届けしているんですけれども、今日はですね、223ページに、音声の無料プレゼントのご案内を掲載させてもらっているんですが、そちらに応募があった中で、応募の時のコメント欄にちょっとご質問がありましたので、それにお答えをさせていただきます。読むと、ジョハリの窓の未知の窓、まだ見ぬ自分へのアクセスが分かりやすく書いてあったので変化できると思いました。で、丹田を鍛えれば波動が強くなる、初めて聞きました。世にいる成功者の方の多くが筋トレをしているのもそういう仕組みを知った上なのか気になるところです、というお話ですが、ですね、エネルギー、丹田っていうのは、このいつも僕がお伝えしてますこのエネルギーであって、このエネルギーの循環ですよね、をさせていくのが大事なんですが、丹田っていうのはへその下拳1個分の部分にあると言われているエネルギーが出てる場所です。丹田からエネルギーが出ます。女性の場合は子宮ですが、ここからエネルギーが出てこのエネルギー循環が起こります。で、ただ丹田っていう、なんていうの、臓器的なものはないですよね。ないんですが、ここからエネルギーが出てると言われてて、昔の日本人は丹田中心に生きてたんですよ。正座をしたりもそうですし、着物を着ると背筋がまっすぐなって丹田を使える体の動きができるという。で、着物っていうのは木のものらしいですよね。木のものとして着物というらしい。で、お相撲さんなんか回しをしてますが、あれで丹田を守ってるんですよね。で、昔のお侍さんは切腹っていうのをしてましたが、あれは腹を切ってるんではなくて丹田を切ってるんですよね。丹田を切らないとその人のエネルギーが切れないので、そこで自分の丹田を切るっていうので切腹をしてたっていうらしいです。それぐらい昔の日本人っていうのは気を使う民族として気をすごい扱ってた。で、ドイツの栄養学者だったと思うんですが、日本人が女の人が米俵を何個も担いでるのを見たりとか、あと飛脚が1日50キロも毎日走るのを見て、これは何だと思って研究して、当時の最新の栄養の、科学栄養の学問で最適な栄養を与えていくと途端に、それができなくなって、で元の質素な食べ物ですよね、それに戻すとまた、そういう気が出るようになったっていうお話もありますが、昔の日本人っていうのはそういう丹田中心に来て、気をエネルギーを使う、これがすごいできる民族だったっていうことを言われてます。で、それが今の日本人はその使い方がなかなかできなくてエネルギーが出せない人が多いっていうことを言われます。特にこれ固まってしまってる。で、なので丹田を鍛えようっていう話を実は本の中でそういう背景もあって書いてるんですけれども、筋トレをしているのは丹田を鍛えてるのかっていうと実はそうじゃなくて、筋トレは僕は師匠いますが、筋トレしたらダメだよっていうのは言われてます。筋トレすると、エネルギーが出づらくなってしまうんですよね、特に日本人。で、筋トレは欧米の人はいいんです。欧米の人はエネルギーを内に溜めてそれを爆発させるっていう体の使い方をしているので、欧米の人はいいんですけど、日本人は特に筋トレはしない方がよくて、それよりも気を使える体にしていく、まあ、それには丹田鍛えるってことなんですが、じゃあ鍛えるにはどうしたらいいかっていうと、エネルギーの強い場に行くとか、まあ、そういったことも必要だったり、あと力を入れない、力を抜いて力を出すっていう体の使い方であるとか、あと常に丹田を意識して生きるとか、
それとエネルギーが出る形とかがあるんですよね。それはちょっとここではできない、セミナーでやったりしてる部分でここではちょっとできないんですが、そういうふうなことをする。あと僕は個人的に今千日行ということをやってますが、修行ですよね、冬場は水浴びたりしてますし、山登ったりとか、そういったことで丹田を鍛えるっていうことをしてます。あとメンタル的に言うと胆力っていうのも丹田と一緒ですので、自分がやりたいけどなかなか本当にできるかなって思うようなものにチャレンジしていく、とか、あと一つ決めたことをずっとやっていくとか、そうやって胆力を鍛えるっていうのも丹田を鍛えることに、変わってきます。でこの丹田っていうのは、丹田もしくはエネルギーっていうのは鍛えれば鍛えるほど大きくなっていって、これは小さくなることはないので、で、なので、何かを実現していってる人の方がエネルギーは大きくなってます。それとか決断が多い人ですよね。そういう人の方がエネルギーは強い、丹田は鍛えられてますし、あと年齢も年がいけばいくほどエネルギーは強くなります。なので昔の映像でたまにフェイスブックとかで流れてくるんですけれども、昔の柔道の達人の三船なんとかさんっていう柔道の達人の人のもうおじいさんの時の映像ですが、筋骨隆々の人たちがその人を投げ倒そうとするんですが、全然投げられず、であるタイミングですごい軽々しく筋骨隆々の重い人たちを投げ飛ばしていくっていう映像はありますが、それもおじいさんなんですがエネルギーとしては筋骨隆々の人たちよりも全然強い、しかもエネルギーも出てるので、技は受けられないです、受けないし、投げるとすぐ投げれるというそういう形になってるんですよね。で、そうそう、筋トレはしなくていいんです。筋トレせずにこれを鍛える。で、欧米のものを参考にする人は多いんですけど、欧米のやり方っていうのは欧米人の遺伝子、体の仕組みに応じたもの、あとメンタルもですよね、です。で、日本人には日本人に合ったものがあって、この丹田っていうのは、まあ、日本独特のものです。で、昔の武道とか茶道も華道もそういった道のつく、ものですよね。そういったものは丹田のことを結構、使う、丹田を鍛える動作であったりとか、そういうものが多いので、そういったことをやられてもいいかなと思いますが、そうやってここを鍛えること。あとメンタル的に言うとですね、欧米の人は過去のことはもう気にしないんですが、日本人は遺伝子的に過去を今まであったものを守るのがに長けてる民族なんです。だから、日本っていう国は一つの天皇のもとに、日本国民がいるっていう天皇家の仕組みが2000年以上続いてるっていうのは世界では、日本だけなんですよね。それは守り続けるっていうことが得意な、過去のものを守ることが得意な民族だからです。でも欧米は新しいものを作っていく、今からの未来を作っていくっていうことが得意な民族なので、なのでメンタル的なメソッドでも欧米の方では未来の方が強いんですが、日本人は過去に引っ張られやすいので、そこをケアするメソッドが必要なんですよね。なので欧米系の心理療法でなかなかうまくいかない人っていうのは、そこがおろそかになってたりします。あと日本人と欧米の人との違いは住所で現れるんです。日本人は、東京都何区何とか町っていう風に大枠の中から自分の家の場所っていうのを特定していく住所になってるんですが、アメリカなんかは一番最初に自分の家の番地から来るんですよね。番地、何とか区が例えば何とか町何とか区っていうふうに、自分が中心で、外に広がるっていう、常に自分が中心で、日本人は、大きな枠の中の自分のポジションっていうふうに、住所の書き方を真逆なんですよね。そういう、特性の違いっていうのはどうしてもありますので、日本人は日本人のに合ったやり方っていうものがあります。
でエネルギーのことなんか特にそうです。もう全然体質が違うので、筋トレはまあ好きならやられたらいいんですけど、ただ知っておくというのは筋肉をつけるとエネルギーが出にくくなるっていうことを覚えておかれるといいかなと思います。あとエネルギー的に言うと、太ってるとエネルギーが出にくくなるので、やっぱ自分の体型に合った体重に合わせていく。で邪気がつくと途端にストレスで食べ出しますので、邪気ついてると急に、太ったりとかします。なので結構スピリチュアル系の人で、なんだろう、ずっと活動しているとどんどん体がね大きくなっていく人たちいますが、ああいう人たちはちょっと邪気のケアができてなくて、食べてしまうから、ふと食べたり飲み食いですよね、してしまうので、そういう風になっているので、邪気のケアしたらいいのになっていうのは客観的には見たりしてます。でそういう形ってすごい大事ですので、波動は綺麗なものが高いですから、やっぱり形はすごく大事です。でこの筋肉の話も覚えておかれるといいんじゃないかなと思います。今日の波動チャンネルはですね、丹田を鍛えれば波動が強くなるということに関して、世に言う成功者の方の多くが筋トレをしているのもその仕組みを知った上なのか気になるところですというお話でした。筋肉を鍛えるとエネルギーが出にくくなるので、注意を、されるといいかなと思います。で、補足で、体はだからといって、ノーケアでいいかっていうとそうではなくて、自分の理想の体重ですよね、自分のベストの体重に、持っていくとより筋エネルギーが流れるようになってきますので、そういったあたりを気にされるといいんじゃないかなと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。